はい、えー、生体は船長の浅井です。はい、えー、今日も倫理法人の学びですね。えー、職場の教養10月11日、えー。こちらをですね、学んでいきたいと思います。はい、いきます。はい、じゃあ結論から言いますね、今日も。はい。今日の心がけ。自分の強みを磨いていきましょう。はい、えー、ということですね。心を磨きましょう。自分の強い、強い、自分の強みを磨いていきましょうですね。はい、強みをできましかし、はい、じゃあいきますね。心、えっ、ー、と、しかし、このような心癖は、良い、良き個性と受け止めるもの、受け止めることもできます。 心配の人、心配性の人は準備を万端にする人であり、せっかちな人は物事を迅速に処理する人でありますと。心癖とも向き合いながら、自己の強い、強みを磨いていきましょう。はい。えー、心配する心が出たときは、目の前のことを一生懸命やると自分に聞かせ、急ぐ心が出てきたときには深呼吸をして、じっくり行っていくと、えー、意識しましょう。はい。えー、癖を改善するには、はっきりと自分の癖を自覚することです。さらに、えー、気づいたときに、 え、意識してにやめることが寛容ですと。例えば心配する、えー、心が状態化した、えー、心配症や何が当たりにおいても急ぐせっかちなどは心の癖と言えるでのではないでしょうか。えー、はい。えー、なくて七なな癖と言われるように少しでも少なからず癖があるものです。一般的に癖といえば口癖という言葉に象,象徴されるように言動に現れると思われがちですが、辞書によると型よりも 偏りのある好みや傾向が習慣化したものという意味で、言動だけでなく、プロを表す出ることもあるようでおりますと。はい。ということで、自分の強みを磨いてみましょうということでですね、えー、心の癖ですね。心の癖を知って、ま、口癖を変える。まあ、変えるじゃないな。言動。心に、言葉があの自分の言動でここに現れるので、ま、一生懸命、目の前のことに一生懸命やって、えー るっていうことですかね。こういうことに取り組みます。私もですね、結構、あの、えー、まあ話しするときにですね、えー、一つの質問に対して100で答えてしまうことがあるんですが、まあ1年の質問に対して1で返すように、えー、心がけるように、心癖ですね、自分の強みを磨いていこうかなと。まあ要するに、自分の弱みをですね、えー、出さないように、えー自分あ、自分の弱さを消す、見せない、 見せないって言っちゃうかな見せないようにその努力を強みとして磨いていくっていう努力が必要だなとちょっと思っておりますということですねはい以上ですはい、本職場の教養の今日の学びでした以上ですありがとうございました失礼します